プリシラ・プレスリーはアメリカ合衆国の女優であるエルビス・プレスリーと婚約。リサ・マリー・プレスリーは娘。ライリー・キーウは孫娘。1945年5月24日、アメリカ合衆国の東海岸にあるニューヨーク州、ニューヨーク市、ブルックリンクでノルウェー系、イングランド系、アイルランド系及びスコットランド系の家系で生まれた。母親は ノルウェー系アメリカ人のアンナ・リリアン・イバセンである。父親であるジェームズ・フレデリック・ワグナーはアメリカ海軍に所属のパイロットであった。同年、プリシラが生まれて間もなく父親は外国で飛行中に事故で死亡した。1948年に母親はアメリカ空軍の将校であるポール・ボーリューと再婚した。事実上、プリシラが記憶している最初の父親でもあった。 幼少期は毎年のように転勤を繰り返していた。1956年に父親の仕事の関係で西ドイツの中央西部にあるヘッセン州ビースバーデンに移った。1959年9月13日、ヘッセン州ベッテラウ軍ンバートナウハイムでアメリカ陸軍に兵役中であったエルビス・プレスリーとパーティー会場において出会った。当時プリシラは14歳であった。 出会ってから8年後の1967年5月1日にラスベガスで結婚した。それから9ヶ月後の1968年2月1日にリサ・マリーが生まれた。二人は1973年2月23日に別れて同年10月9日に正式に離婚した。プリシラはウィリアム・モーリス・エージェンシーと契約した。1980年 ABC の ゾウズ・アメイジング・アニマルズでホストとしてテレビデビューを果たす。1983年、人気テレビドラマ、俺たち賞金稼ぎ、ホールイに出演。サブリナ・コールドウェル役を演じた。また、同年より出演している CBS の人気テレビシリーズ、ダラスにおいても、ジェンナ・ウェイド役を5年間にわたって演じた。1984年、 ダラスにおけるジェンナウェイド役での演技が認められて、ソープオペラダイジェストアワードを受賞した。映画では、裸の銃を持つ男シリーズに出演し、その際は、主人公のヒロイン、ジェーン・スペンサー役を演じた。これら一連のシリーズは、プリシラの代名詞ともなった。1982年から1998年まで、グレースランドを管理する。 エルビス・プレスリーエンタープライズの CEO であった。ありがとうございます。